はい、今回ですね、細ナビさんの方から、企画をいただき、連載することになりました、元料理人の、高谷と申します。今回はですね、絶対に失敗しない簡単ワンコインレシピということでですね、早速やっていくわけなんですけども、今回はですね、食材の方がこちらの鶏肉を使って、早速料理していきたいと思います。料理は唐揚げなんですけれども、ちょっとほんのちょっとだけの工夫をしてですね、すごい美味しく唐揚げができるんで、それを皆さんにちょっとお伝えできたらなと思います。はい、それではですね、早速やっていきましょう。まずは鶏肉をですね、一口大に、切っていきます。多少ね、こういうちょっと皮があるんで、まあ好きな人はいいと思うんですけど、嫌いな人はこう皮を削いでね、大体1人前なんで、5、6個で揚げていきます。今日 20% 引きだったんで220円、だいたい100円台でね、180円ぐらいでだいたい買えちゃうんで、そういうの結構狙って買うとすごい新人細田とかのお財布にもすごい優しいと思うんで、そういうタイムセールとかもね、ちょっと狙ってみたらいいと思いますけども、はい、これを、ボウルにあけます。味付けは、塩コショウ醤油、それでですね、ここで普段多分あまり使ったことないと思うんですけど、これなんですけども、ニンニク酒って言ってですね、僕のすごい秘伝のちょっとお酒なんですけど、焼酎、まあに料理酒とか焼酎とかでもいいんですけど、それをペットボトルに開けてですね、刻んだニンニク、これをですね、丸々1個分全部入れてるんですけど、これを入れるとすごく美味しくなるんで、ぜひ皆さんやってほしいです。本当にこれ入れるだけでマジで違うんで、ぜひ試してください。まず、塩小さじ、まあここちょっと僕胡椒、ブラックペッパーすごい苦手なんで入れないんですけども、入れる人は入れていいと思うんですけど、僕の場合今回ちょっと入れません、申し訳ないんですけど、はい、塩胡椒、醤油、醤油、これも、小さじ1杯入れます。ニンニク酒はですね、これも小さじ1杯入れます。つなぎで卵入れます。片栗粉を入れていきます。これも大体、これはそうですね、大体大さじ2杯なんですけども、硬さとか、好みがあると思うんで、これはまあ人それぞれでいいと思います。僕は割と固めに揚げるのが好きなんで結構いっぱい入れるんですけど、この時ですね、ちょっと硬いかなぐらいの目安で僕はやってるんですけども、ちょっと多いかなぐらいでいいと思います。はい、それではですね、唐揚げの方を揚げていきたいと思います。だいたい180度の温度で揚げていくんですけども、なんでですね180度の温度で揚げていくかって言いますと、唐揚げにこうタレに入っている片栗粉の凝固温度がですね180度以上なので、180度以下で揚げてしまうとですね、非常にべちゃべちゃっとした唐揚げが上がってしまうんで、なので、180度の温度で唐揚げを揚げていきます。まあ各家庭とかですね、新人のホストさんですとガスコンロの、ところが多いと思うんですけども、菜箸とか、割り箸ですね、入れてもらって気泡が上がってくるんですけども、気泡が上がってきたら180度に油の温度がなったサインなんで、そしたら唐揚げを揚げていって OK なんで、それがサインですね、目安になります。で揚げていきますね。はい、揚げる時間なんですけども、1分半、そして1分半揚げましたら、4分間休ませます。そして4分間休ませたら、次は1分揚げます。4分間休ませる理由はですね、まず揚げた後に4分間休ませて、そこで中に火を通していきます。はい、で中に火を通したら最後1分揚げるんですけども、そこでこんがり揚げてしっかり火を入れていく。そしたら1分経ったので1回休ませます。はい、ここで4分休ませます。はい、そしたらですね、4分間休ませましたので最後に1分間揚げていきます。でですね、大体一度揚げた時に、こうまあ、バットなりお皿なりに入れた時にですね、大体
中身の温度が、そうですね、まあ60度から70度ぐらいなんですけども、それで中にどんどん火を通していって、休ませた後に最後にきつね色にこんがり揚げてしっかり火を通すっていう作業なんで、すごい初心者の方とかね、あまり料理普段やられない方でもすごい簡単にできるので、ぜひ試してもらってね。1分経ったんでまた揚げます。油から揚げていきます。見えるか、こんな感じですごいいい色になった。したらですね、盛り付けに、入りたいと思います。キャベツを切っていきます。レモンを、脂肪気にされてる方のレモンいっぱい絞って、ね、プチトマトですね、色合いよくするためにこんな感じで混ぜていくと美味しそうに、ね、色合いすごい大事なんで。こんな感じです。はい、今回ですね、絶対に失敗しないワンコインレシピということですね、唐揚げ作っていきましたけども、一番重要になってくるのが温度なんでね、冒頭にも言いましたけれども、180度以上でしっかり揚げて凝固させてカリッと揚げる、これが一番重要になってくるんでね、しっかり守ってもらって、鶏肉をね、美味しく食べて、男性陣はね、筋肉をつけてもらって、いっぱい食べてね、こういうね、たくましい筋肉を作ってもらってですね、どんどんいい体になりましょう。ちょっと余談になるんですけど、僕は、東新宿のエニータイムっていう24時間のジムにですね、うちのアルカナのね、一色カレンカモさんとかやってますんで、見かけたらね、男性の方も女性の方も一緒にトレーニングしましょう。はい、でこれを機にですね、企画の方をどんどん進めていきまして、難易度をこうちょっと上げた料理とかね、おしゃれな料理とかどんどん取り組んでいきたいと思うんで、ぜひ今後とも、よろしくお願いいたします。